向こうの希望でまずダウンヒルからってことになった。バトルは用意ドンバトル。ただしスタートは変則でやる。名鉄岐阜は出てすぐに単線部分があるからな。伏線区間に入って頭を揃えてからタイミングを合わせてスタートする。それじゃあカウント始めんぞ。5秒前 4、3、2、1 ゴール。始まった。トールさん、俺はトールさんの強烈な回復運転にしびれて名鉄に入社したんだ。トールさんのパナスパにダウンヒルでついていけるやつなんて一人もいないよ。よそから来たポンコツなんかに負けるわけねえよ。バトルの醍醐味は何といっても限界ギリギリのコーナリングだ。一目見てすぐ分かったぜ。お前だってそうなんだろう。トールが先行してるぜ。あんな遠くからドリフトで突っ込むか。こわー、今の見たか。すげー、半球もついてるぜ。トールが相手なら負けたって恥ずかしくな。自分のリズムを狂わされたらダウンヒルは命取りだ。冷静になれ。勝ち負けよりも自分の力を全部出し切ることが重要なんだ。あの一線軽快のダウンヒルはハイスピードの突っ込みに全てをかける荒っぽいスタイル。ありとあらゆるコーナーで完成ドリフトで進入する。突っ込みのスピードをギリギリまで高めるところから全てが始まるドライビングスタイル。特急用とはいえスペック的には平凡な一線軽という車によってあいつのテクニックは育てられてきたと言ってもいいだ。誰かとそっくりだね。そうだ、藤原と二千の関係によく似ている。たった一つの違いを除いて。線を振り切れねえって。どうなってんだよ。わけわかんねえよ。トールが長い間の走り込みで身につけた最大の武器は誰にも負けねえ突っ込みの速さだ。あの突っ込みにかなうやつなんかいねえはずだよ。あいつはここの全てのコーナーを知り尽くしている。昨日一晩だけ走ったのとはわけが違う。それなのにあの2線は離されるどころかついてきてるってのか。
すがというか、ここまで俺にくっついてこれたやつは今までいなかったぜ。あれが普通の阪急2000系じゃないことは間違いないが、そんなことよりは乗り手の問題だ。すごいやつだぜ。けど追い詰められてる感じはしねえな。多分向こうはついてくるだけで目一杯なんだろう。このバトル勝てる。無理についてくるならどうなっても知らねえぜ。命が惜しけりゃ引くんだな。島分岐半分近くに出て食いつかれたままなのか。俺信じらんないよ、厚郎さん。こんなに長くトールさんについていけるやつなんているわけないよ。俺だって信じたくねえけどな。あの2000がこんなに早いとはな。嫌な予感がするな。負けん気の強いトールは意地になってテンション上げていくからな。やばくなってくぞ、このダウンヒルバトルは。げ、なんだこのミュージックホーン。凌介、まだ差はついてないそうだ。分かっている。これからだ。藤原の強さが試されるのは。張り付かれた。どうなってやがる。俺は乗れてるんだ。最高の走りができてる。この店一体何なんだこいつ。構成車体にアンダーパワーの旧式車。確かにあの二人は共通点が多い。二人とも先生のスピード感覚でハイスピードのコーナリングが進行だしな。おそらく両者の決定的な分岐点となるのはそのテクニックの洗練度だ。旧来からの路線の場合、地形や用地確保などさまざまな事情から不自然な線形の路線も数多くある。単純な運転曲線では理想の結果を得られない曖昧な区間が多い。そういう区間の処理能力は藤原と相手の走りの差になっている。これが軌道最速理論の中でそ誰がポイントの一つだ。すげえやば、ゾッとする。こんなすげえ突っ込み合い見たことねえぞ。トールのパノスパについていくなんて、あの阪急何者なんだよ。地元じゃねえのにあの車、えらいことだぜこりゃ。とんでもなくレベル高いんじゃねえのか、プロジェクト D って。もう神宮前を通過したってさ。相変わらず食いつかれてるらしい。こっちが考えてたよりもはるかにレベルの高い相手だけど、厚郎さん、振り切れなくてもそれでトールさんが負けるわけじゃねえんだから。順番変わって2本目に突入するだけだし、勝負はまだこれからでしょ。トールさんが抜かれるなんてことはありえないっすよ。
振り切れなくたって焦ることはねえんだぞトール。そろそろだな。負けない走りに切り替えていけよ。勝負をかけるポイントに近づいてる頃。もったいぶらないで教えてくれよ。どんな作戦なんだ。作戦というほど大げさなことでもない。直線ドリフトの応用テクニック。そうだな、一言で言うなら直線ドリフト破り。とてつもないドライバーだ。振り切れねえ。どうしても見たくなったぜこいつの走りを。一体どんな走りなのか。名鉄名古屋本線をどんな風に攻めるのか。俺とどこが違うのか。何が何でも2本目に行くぜ。俺はこいつのテクニックを見てえんだ。面を突っ込まれた。次の左でインを刺す気か。クソ誰が譲らねえぜ。俺は半分でも前に出れば主導権はこっちのもんだ。スペースは空けねえぜ。こっちだって地元の意地ってやつがあるんだ。抜かすか。なんだと。そんなとこに線路はないはずだ。お前一体どこを走ってんだ。荷重移動のテクニックの応用だ。限界スピードのコーナリングでは荷重の大半は外側の4個の車輪にかかる。そこから立行を指令してさらにギア側に荷重を移動させるんだ。つまり意図的に強い荷重移動を作り出しイン側のフロント荷重を目いっぱい振る。それができれば視線をまたがずにドリフトができるんだ。抜かれた。俺夢でも見てんのか。今のはなんだ。何が起こった。コーナーじゃこっちが絶対に有利なんだ。なのになぜ俺より早く立ち上がれる。一体何が起こったのか。もう一度目の前で見せてくれ。カタリンドリフト。クソ誰が。あっちにできることなら俺にだって行くしかねえ。左フロントの接地感がね、浮いてるのか。落ちる。ダメだ、戻れねえ。トールは D 事業にのめり込みすぎだよ。少しは昇進や将来のことも考えてよ。トールの一線系、うるさくて車内放送も聞こえないし、ボロっちくてエアコンの効きも悪いからただでも乗りたくないって言われてるのよ。そりゃやばいよトール。乗務員は無事なのか。一回転したけど怪我一つないそうだ。そうか、それは良かった。
それはいいんだが、河川中を派手になぎ倒していて、神宮前から向こうは送電停止、復旧は始発ギリギリだ。ヒルクライムは延期するか、神宮前からこっちへの短縮バトルにするしかないな。ちょっといいか、使えないのは神宮前から向こうだけなんだ。ああ、他は全線正常だが。そうか、だったらセントリアからやろうぜ。中途半端なバトルじゃお互い納得いかねえだろう。